とここまで決勝までたどり着きました。もう優勝するしか、優勝しなきゃいけないって、必ずあのベルトはこの腰に巻きます。ハヤブサ、This is it! This is the final match to determine who's going to become the FMW Heavyweight Champion! Well, let me tell you something, brother. When it's all said and done with, I'm going to be the one walking out of that ring with the belt! Because after I hit you with the Kamikaze Awesome Bomb, there's nothing you can do but lick your wounds, lay on the ground, and get the 1, 2, 3 count it over ya. Because I'm coming out champion. さあ、いよいよ 9.25 後楽園、泣いても笑ってもこれが最後です。ついに決勝戦までたどり着きました。本当にもうやっとの思い出って感じでしたね。本当に早くサインとしてはこれ長い長い夏でしたね。それだけ得たのもきっとあるだろうと思うんですけど、このいい見方だったことをまずは本当に思うと思います。本当にこの決勝戦にたどり着いたという言い方が一番ふさわしいんじゃないかと思います。このコスチュームは羽生選手、これどうやってなるか、やっぱりこの一番というところが、ついそれを通してしまうような気がしますね。引退試合、その時に入る選手が着たコスチュームもこの茶色のコスチュームです。それを今日はあえて着てきました。この時点もう決勝戦のリングに上がった時にはもう心の中は無と言いますか、もうやるしかない、とにかく勝つしかないっていう、そういう気持ちですね。とにかく新鮮になってから何度も緊張はしてるんですけど、試合にこの日の特にこうナーバスになってましたね、試合前に。是が非にも勝たなきゃいけないっていう、そういうプレッシャーっていうかすごく強かったですし、試合前のコメントでも何が何度か勝つと、さあ三田選手のベルト、世界ブラスナップシングル選手権ですけどもね、もうこの試合一つで手が届くということになりました。この国歌の吹奏をしているときに、どんどんとこう気持ちが高ぶっていくのが分かるんですね、自分の中で。自分というのを抑えなきゃいけないっていう、試合に向けてどんどんテンション上がっていくんですけど、心なしか肩が震えてますもんね、むしゃぶりといいますか。心は無で、しかしその体は熱いというそういう状態なもんでしょうか。そうですね、もう頭の中は試合の自分の中での組み立てっていうのができてるわけですから、いかにそれを実行していくかっていうことですね。形を得て、ここはこの決勝戦にしっくりと見てくるでしょう。実際この時にグラジエーターと向かい合った時に、もっとですね、グラジエーターもやっぱりこのベルトに対する執着っていうか、ベルトにプランがですね、面白いものがあるなっていうのは、今があった瞬間に思いました。札幌の時とはまた違う、札幌の時は全然違いましたね。ましてやっぱり札幌で一度負けてるっていうのがありましたけどね、グラジエーターにすれば今度は逆に後がないという状態でもあったわけですよね。お互いに一勝一敗、決着戦というのがあるし、これが全ての最後ですから。さあ、ブラスナップ王者のベルトが一度本部席に戻りました。グラジエーターコールも上がってますね。ちょっと拍手です。
視線をグラジエーターから離しませんね。さあ試合開始の5人が並びました。最初は出方の読み合いですね。うん、前2回自分、はい、前半から突っかけていったようなスタートでしたね。はい、今回桜の場合は特にそうでしたね。短期決戦になって、うん、しかしこれも大谷選手との試合の場合とはまた違う意味で、お互いにその攻撃パターンを知っていると、うん、そういう意味ではどちらが一手先二手先を読むかという読み合いにもなってるわけですよね。やっぱりお互いの持ち味は全部出してきていますからね今まで、はい、これをどう組み立てていくかってことなんですね。はい、グラジエーターも気合入ってますね。いつにも増して上半身がパンプアップされているというか、やはり左肘にきましたね。どう取り返したのか。こういう何気ないトリッキーな、例えば今のスバットにしてもそうですけども、それが結局その相手の目をかわして意外に効くというペースを乱すのがすごく効果的ですよね。自分のリズムを壊されるってことはやっぱり試合を進めていく上ですごく辛いことですし、はい、そこからまた立て直しをするとなるとこれは難しいですよね。そうですね、やっぱりそのために何らかの形を取っていかなきゃいけないと思います。さあオーソドックスに攻めていきます。技にしてもやっぱりグラジエーターのパワーでやられるよ。そうですね、違ったものになりますよ。もう行楽の方で超満員のお客さんです。固唾を飲んでるようになってますね。やっぱりグラジエーターにしてもですね、はい、いつもこうパワーファイトだけで押してきてますけど、はい、やっぱり自分はレスラーなんだっていう気持ちがあるんだと思うんですよね。だからこそ僕がこうやってレスラーで読んでたのに、はい、それに素直にそれで返してきたっていうのがあると思うんですよ。お前がレスリングで来るなら俺もレスリングで返してやろうじゃないかと。そう、まず実際このリーグ戦やっていく上でグラジエーターもやっぱり大谷戦とか、はい、そういうものを経験して、はい、やっぱり自分なりにまたいろいろ感じたところはあると思うんですよね。そうでしょうね、それに今回のリーグ戦で自分が覚えたこと感じたことっていうのを最後に結果として出すのがこの決勝戦だっていうのもありますので、やっぱりグラジエーターぐらいパワーがあるとですね、ヘッドロック一つをあのぐらいまで落とさないと持ち上げられるんですよね。なるほど、逆に命取りになってしまうという。一つずつの技を下げてます。きちんとかけていかないと、ちょっと気を許すと、なるほど、一気に逆転しますね立場。範囲に仕掛けられないですね。でやっぱりこの日っていうのは今こうやって全体的に攻めてますけど、はい、グラジエーターの動きを止めなきゃまず勝ち目がないなっていう感じだったんですね。はい、あのスーパーヘビー級とは思えない動きをまず止めると、はい、実際そうでないと攻め手がないんですよね。やっぱり手を攻めててもやっぱり動く時には動いてきますので、はい、本当に動けなくしなければしょうがないなというのは前2回で本当に思いましたので、やっぱりグラジエーターの方がきっちりとグラジエーターも分かってますからね。泣きどころ知ってますね。やっぱりそう、本当に札幌で攻めきれずに負けたという思いがあるから余計ですよね。腕の曲がり方がすごいですね、はい、なんかあれを調子があると本当にもうまるで感覚なくなりますから、ね、そうですね。
まして靭帯が断裂してるわけですからね。一気にピタッと止めましたね。これもピンポイントです。ヤシャンシャンはこういう攻撃になるとやっぱり強いですよね。これきついです。使い方が上手いですよね。激痛に絶叫してますね。これもピンポイントきっちり決めてきますね。とにかく覚えてきましたね。昔のグラジータだったらああいう風にきっちりとは攻めてきてないはずなんです、はい。小林選手、小林選手ですね。がっちりとアムロ君が決まってます。ここは苦しいところです。テイクロック、これ以上攻められると僕自身がもうまるで使い物にならなくなりますからね、はい。今までの試合を繰り返すわけにはいきませんから、クラジの左膝はこれもあの古傷で泣きどころと言われているところですからね。そうですね、はい、前々から多少が痛めているって聞いて、どうしてもあのウェイトを支えるとなると足首膝にこの負担がかかってくるわけですからね、やっぱり。ですね、こんだけ大きいのを崩していくと、やっぱり足元の方からいかなければ、はい、もうこの辺本当にひたすら足の方を攻めていこうっていう、そういう気持ちでリングに立ったので、これもかなりきつい攻めです。ステップオーバートーホールドです。やっぱりこういう基本的な技がやはり最終的には一番効果があると。そうですね、やっぱり見た目は地味かもしれませんけど、はい、確実ですよね。こういうのを使った上で応用っていうのはやっぱり、はい、まあ、セオリーっていうかですね、本当だと思うんだ。さすがのグラジエーターはこの左膝に苦悶します。テイクドロップキックってのはやっぱり実際に効くんですよね。血管節で蹴られますから、はい、あれ一歩使うとやっぱり動きがぴったり止まると思いますから、はい、下手したらあれは関節脱臼ということもありえますもんね。そうですね。右サイド田中選手が見守っています。もう8個になると早草個人の戦いではないですよね。そうですね、みんなの思いを背負ってリング戦に出た全員の思いを背負って戦っているという。本当にでも本当にですね、リングサイドでみんな見守ってますし、はい、実際もこうやって足が攻めてるの効果的だなって、今グラジナがロープブレイクしたっていうのってすごく感じましたしね、はい。まあ、普通ロープブレイクなんかする選手はないですからね、はい、意地でもしない人ですよね、はい、これで少し、こう気持ち的に楽になったんですよね、はい。グラジエーターの弱点が見えました。膝を攻めると同時にトーホールドにも入ってるわけですもんね。そうですね、やっぱりもうこの辺からちょっと複合でやっていかないと、しっかりと足首固めています。基本的な同じことだけではやっぱり攻めきれませんから。あのグラジが苦し紛れに髪の毛をつかむというのはこれやはりかなり効いてるんですね。さあインディアンデスロックの体勢です。がっちりとフック入ってますね。そうですね、こういうグラジエーターみたいにきっちり足の筋肉の発達してる選手は、うん、こういう技ってのはすごく有効ですよね。なるほど、逆に自分の筋肉が、はい、その分逆に決まるわけですからね。そんだけ余裕がないってことですから、はい。さあここまでのところはそのグラジエーターの機動力を止めるという作戦が功を奏しています。
この辺ハヤブサ選手もねちっこい攻めですね。やっぱりこういうのを大谷さんからとやった時に自分で感じてやられてきたんですからね。練習中ってやっぱり基本だなって改めてこのリーグ戦を通じて思ったことなんで。全てのリーグ戦が栄養になってると言いますか、そういう部分はありますか。そうですね。もうそうでなければ嘘だと思うし、やっぱりただ無駄に試合をこなしているだけなんだって。はい。進化はないわけですね。勝ち星の中にプラスがある、またその引き分けの中にもプラスがあると。もちろん負けた時にだって勉強することになるわけですから、ね。はい。特にナイフ、僕もナイフにあんまり構ってないですね。そうですね。ナックルパッドも使ってますから、多少なりやっぱりずるずるっていうかですね、ああいうのを試合の中で覚えていかなきゃいけないことだなっていうのは思います、はい。ルールの中で強要されるものですからね。完全に両方から足引きずってますね、うん。かなり効いてますよ。見た目以上に効いてますね、やっぱり。これもえげつない攻撃ですね。そうですね。さすがにグラジエーターも動けなくなってきてますよね。ここまでのところはハヤブサがペースをつかんでいます。確かに僕らしくないかもしれないですけどね、それがやっぱりレスリングなんじゃないかなと思いますか。アキレス腱のため、ハヤブサ選手のアキレス腱のためというのもこれ珍しいですね。そうですね、めったに使わないですね、この時は。お客さんにしてもいつものハヤブサと何か違うと、そういうものは感じていると思うんですけどね。平十字固めに移行しました。それだけにまたこの決勝戦にかけるものっていうのは伝わってるかもしれませんね。本当にとにかく勝たなければって、はい。要するに飛び道具っていうのはあくまでこの持ち技の一つであってですね、はい、それが全てじゃないわけですから、うん、どうやってそれにつないでいくかっていうのがやっぱり、はい、試合においてすごく大事なポイントになるんだなと感じましたしね。押し出しのロッキーです。足の感覚がなくなってみたですね、はい、この辺で。リーグ戦後半に至ってハヤブサ選手はこの串刺し式というのを対応しているんですが、やはりこれは確実にダメージをということですよ ね。やっぱり自爆する可能性が高い。ジャストに出しました。この辺りはどうでしたか。そうですね、この日に限ってはこの技というのはこの技でフォーで取ろうっていうんじゃなくて、はい、やっぱりまずここで一回ダメージを与えとこうっていう形で使いましたので、はい、なるほど、うん、決まると思ってなかったので、うん、精神的には大丈夫だった。これで繋ごうっていう形だったんですよね。ところが捕まった。肩に揺んでますね。そうですね。上がってきたところも大変です。客席まで吹っ飛んでしまいました。これグラジエーターにとってもきつかったんですね。そうですね、グラジエーターもやっぱりあんだけ足を攻められてるんですけど、はい、自分の負担もすごかったはずですけどね、はい。僕はきっちりとやっぱりあんだけのものが飛んできたので、予想外に返されたところだったんですね。転落したリングから転落した直後に食らってしまいました。さあここで試合が少し動き始めました。ジョンのグラリアット完全にヒットしたのかな。首を引っ掛けるように行きましたね、うん。グラジアがそれきついのがきついみたいですね、はい、必死ですね。歩けません。場外カウントが進みます。
今度はグラジエーター、ラリアットです。連発してきます。この肩入れはすごいですね、何が何でもフォローを取るという、やっぱり自分の体にそんなやっぱりいくつも攻めるときの余裕がないっていう感じなんですよね、それだけやっぱりグラジエーターは必死になってこのボールが欲しいんだっていう、やっぱそういう表れだと思うんですけど、足を殺したはずのグラジエーターがこれだけまでの本当にやっぱりプレスラーですね。効いてないわけじゃないんですよね、はい、足の動きは。確かに効いてるはずですよね。あったー、これもですね、やっぱり後ろ向きに取ろうとして剣がなってるもんですよね。うん、あと前に落とされると辛いですよね。なんか嫌ですし、うん、きつい、見た目以上にきついですね、これは。このエビのためにすごい。大事なんだなと思います。取ってやろうっていうのは本当に出てますね。意外にああいうエビ固め、片エビ固めっていうのは、これは結局ブリッジを使ってフォールを返せないという点ではきついんですよね。そうですね。ね、意外にこのプロレスファンが見落としがちな点なんですけども、この単なるこの肩入り型のというもの自体が一つの技として効果があるわけですからね。多分もらえてるだけでやっぱりそれなりのダメージがあるわけですよね、はい、そしてこの130キロを超えるグラジエーターですからね。さあまた試合の展開が全く読めなくなりました。必死で抵抗します。ヘブス選手はヘッドバットっていうのはこれ得意なんですか。たまに使いますね。あーっとミサイル式の投球、膝を直撃です。とにかく頭の中にはとにかく足を殺さなきゃっていう、それだけですよね。感じはやっぱり基本的にはどの技もやっぱり足の方に集中しますよね。それもやっぱりその前のダメージというのは、はい、まあ、これもやっぱりその前に効いてますから、ね、いつも別の場合ないんですよね、はい、崩れました膝から。グラジエーターにすればここで一気に肩をつけたいとこだったんですね。そうですね、聞いてたっていうのは間違いなかったですね、はい、僕自身もこれそうですね、グラジエーターああいうミスの仕方って珍しいですよね。さあコーナーからプランチャーです。このプランチャーでさえハヤブサの技としてみると意外にごく普通の技に見えてしまいますね、逆にね。そうですね、まあ、確かにでも、まあ、非常にオーソドックスな技ですよね、はい、そういう飛び道具の中では、はい、やっぱりこの時の僕の体調のことを考えるとですね、はい、そこまでもしも何かの他の技を使って自分にダメージが多いようなことがあったらまずいっていうのがですね、はい、使えないなっていうのがあったので、ね、そこに大好きに見える高い打点に決まりましたが、うん、このおっさん対抗していくのはやっぱり高さで勝負じゃないでしょうがないとありますからね、はい、これはかなり手応えというか足応えというかありましたね、はい、カチンとヒットしてきました。さあ持っていく、これはやっぱり決めに簡単に行くべきですね。いくらだけの
体のダメージっていうのもあるんでしょうけどね、その技の後のフォローっていうのがちょっと不満なという部分がありますか。そうですね、邪魔です。膝を押さえてますけど、この時は膝の靭帯もちょっと伸ばしてましたけど、今の邪魔なんで、はい、投げた瞬間にメリッと音がしたんですよ。うまいなと思って。もうフラジの全体重を支えたわけですからね。やっぱり自分に残されている技っていうか使える技っていうのが限られてるなっていうのはすごく本当に思ったんですよね。なるほど、ちょっと秋引きずってですね。さあ、プロップに行きます。タイミングを測ります。こうなるとやっぱり札幌アゲインと思ったんですけど、はい、ウルトラウラカンダナが返された。向こうの山田が狙ってましたね。しかもパワーボムです。タイミングとしてはパーフェクトだったんですけどね、ガッチリとホールドされました。高田のパワーボム。ブラジルの体がリバウンドして宙に行くほどのこのインパクトがすごいですね、うん、これ一瞬やっぱり完全に呼吸が止まってしまうような、そうですね、もう呼吸というか全身にダメージがありますからね。さあ、トップロックで追いつきました。何としても決めてやるって思ってましたね。この締め合いです。本当に見境ないですね。大きな見せ場が来ました。ナイスキックでした。これ一気にウィンスの方で一つピンチを出してチャンスを掴みましたね、モサットベース。さあ返していきます。一発席を解いて、うん、ここまでパーフェクトですよ。かなりですね、アメリシカさん電子タイマーになったんです。モデル式フランケンシュタイマーを狙って、さあトップロックを抜きました。聞いてると思ってたんですよね。もう大丈夫だなって急所に強く、髪飾らせますね。釣り入りました。ちょっと本当に夢が甘かったっていうだけなんですけど、本当に簡単ですね。2つくらいのものがないので思ってたんですけど、今改めてこのビデオを見直して自分の敗北の瞬間というものを見ると、やはりどうしてもこう悔いというものが残りますから、あそこで走っていれば。そうですね、やっぱりないっていうのは嘘になりますから、やっぱりそこはもうブラジルからが間違いなくて間違ったんだろうと仕方ないですね。でこれで今日この日にまた見直したことを次に出すはい、はい、何て言ってますね。この時何を言うことか覚えてますか。素直にサンキューって言ってたんですよね。サンキュー、そしてもう一回、ハブス選手をダウンしてますね。これが世界ブラスナック風景のベルト、ハブス選手が夢になるベルトです。複雑な夢なんですね。はい、
ラジル。I've waited 6 years, 6 long hard years, and now I'm doing it out here. This belt right here used to belong to the greatest wrestler in the history of wrestling. This belt used to belong to Atsushi Mania. で戦い続けてきて、あの偉大なるレスラー大仁田淳のベルトをついに腰に巻いたと、アスペンションすれば本当に複雑な気持ちですよね。このシーンを見るというのは、もうやっぱりでお客さんが僕は実は本人ですね、知ってるんです。これはブラジルというところ6年間のうち本当にフェンダーで死で頑張ってきたのが強いからですか、はい、例えばリーサルウェポンというのもそれともそういう風に分断じゃないんだと思う。それだけじゃない、はい、これプロスは一人一人なんですね。うん、よかったのはもっとお客さんに伝えていきたいなと思います。ブラジルの客席に飛び込んできました。決勝戦だけではない全部のリーグ戦にそれぞれのテーマがありましたもんね。しかし早草選手にとってはこれとてつもない強いライバルができてしまいましたね。そうですね、でも強いライバルはやっぱり楽しみがありますから、はい、躊躇することなく、はい、これからまた新しい分担に願いが残っています。一つこのリーグ戦に関してですね、新生 BMW の歩んでいくべき道が見えたと、そんな感じもあるんですけども、そうですね、もうとにかくやってきたのがご覧にならなかったっていう、はい、気持ちがすごくあるので、うん、これから考えると本当に気持ちがいいと思います、はい、さあ優勝しましたこのグラジエーター、それから、大谷選手もリング上にいます。またデスマッチという違う土俵でそこの勝負する松永という存在もいます。それから女子の方では工藤選手、こう全部が早草選手のライバルと言ってもいいんですかね。そうですね、やっぱりみんながみんな家族であると同時に、はい、みんながみんなライバルだと。なるほど、それが FMW だと。家族という意味は決して甘い意味じゃないわけですね。甘い意味じゃないんだということだけは分かってほしいな、はい、家族だからこそ厳しい戦いもあると、うん、なるほど。しかしブラジルともこのベルトをこうやって見ると似合いますね。うん、悔しいぐらい似合いますね。本田メモリアルのベルトを決めました。はい、それベルトでありがとうと言いますね。そうですね、うん、セリフ聞いた時に悔しいことを忘れて一瞬、うん、ちょっと涙がそうなりましたね。そうですね、全員の気持ちはやっぱりグラジエーターに通じていたってことですよね、うん、泣いてますね、うん、そうですね、
ハルス選手、新生ペムラグにスタートしてから、その大分選手のベルトの方に僕は泣きませんよと言っていたのは、やっぱりこの間の札幌、それからこの後楽園でやっぱり泣いちゃいましたね。そうね、やっぱり胸いっぱいの結果であれば、はい、しぶさの涙じゃないですか。はい、過去にからまだ来たくないですね。今日は、すいませんでした。大丈夫だ。体の守りは、体の守りだと思います。9.25 後楽園決勝戦でグラジエーター選手はハヤブサ選手を破って世界ブラスナックル王座を取りました。本当にハヤブサ選手、今日はどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。ハヤブサ選手、何かこう目に見えないベルトを巻いたという気持ちもあるんじゃないですか。本当にそんなあるかもしれませんね。これからの活躍に期待しています。どうもありがとうございました。ありがとうございました。Like I said out in the ring, this belt right here used to belong to Atsushi Onita, the greatest professional wrestler in the history of professional wrestling. Now I have it. I promise to defend this belt to anyone. That includes Fuji. That includes Oya. And definitely Hayabusa is going to get another chance. Lethal Weapon, Wing Team, FMW Team, everybody gets a chance. But I definitely want to single one person out by name. That's my cousin, Horace Boulder. Horace Boulder, you were not in this tournament. You didn't have a chance to win this belt. Come here, brother. Come here. You were not in the Grand Slam tournament. I know you want this belt. So I promise you, I will defend this belt against you. You're gonna give me a shot at this belt? I'm gonna give you a shot at this belt right here. You're gonna give me a shot at that belt? Right here. My own blood. Thank you, man. We're gonna go for it, brother. Toe to toe. Toe to toe. Yeah. Hey, great match, man. Thanks, man. Yeah. Let me see this belt. Looks good. The FMW heavyweight strap. This belt right here has made me the proudest wrestler in the world today. Proudest in the world. Like I said, I'm gonna defend it against anybody. Now I'm gonna kiss this belt because I love it. Yeah. Yeah! FMW Heavyweight Championship of the world, baby! Yeah!
会社とそれに参加して胸いっぱいのファイトをしてくれた全員の選手に感謝します。みんながあのベルトにそれなりの気持ちで挑んできてくれたことが本当に嬉しかったです。これからの新生 FMW は、軍団とかそう、それだけじゃなくて個人個人の戦いも中止していきたいそう思いました。自衛隊に伝えておいてください。コングラチュレーション。だけど、私は絶対に諦めません。それが新生 FMW です。